皆さんこんにちは。180日であなたの会社やお店の業績アップを実現する地域密着ビジネス専門コンサルタントの長谷川博之です。今日もよろしくお願いします。今日の動画ブログは作業としての挨拶になっていませんかというテーマでお届けいたします。先日新潟県の地方紙新潟日報の一面に掲載されている日報賞というコーナーの記事を読みました。日報賞とはコラムのようなものだと思っていただければいいかと思います。この著者によれば足の指を先を痛めて近所の医者に通院したそうです。受付でタブレット端末を手渡されて画面を見るとそれは問診票でした。現在治療中の病気はアレルギーはなど画面にタッチして質問に答えていきます。町の委員もここまで来たかと感心したそうです。私も年に数回は医者に通いますが、問診票がタブレット端末だったという医院には未だ出くわしたことがありません。まだまだ紙の問診票を使っている医院がほとんどだと思われます。著者はこのような IT 化によって情報処理が効率的になって診察の時間が増えるならいいと言っていますが、私もそう思います。待ち時間が1時間で診察時間は1、2分なんてことはザラです。また昨今はパソコンばかり見て患者の方に顔を向けないという患者の声も聞こえてくるそうです。大きな総合病院では医師は診察をしながらパソコンで患者の症状などを入力しています。昔に比べれば患者の顔を見ながら話すということは圧倒的に減ったかと思います。患者が主役なのか、パソコン入力が主役なのかよくわからない時代です。今日の本物の商売を目指すポイントです。これと同じようなことを小売業やサービス業でも感じることがあります。以前利用していた利用チェーン店はお店に入るといらっしゃいませと一人のスタッフに声をかけられます。その後それを聞いた残りのスタッフが一斉にいらっしゃいませと続きます。大変なチームワークが必要なのだと思いますが、ずっと何か変だと感じていました。その他、コンビニでもファミレスでもコーヒーチェーンでも同じようなことを感じてしまいます。また、お店に入るときだけでなく、お金を払うときやお店を出ていくときもありがとうございましたと言われますが、やはり違和感を感じてしまいます。私が感じる違和感とは、お客様の目を見ないでいらっしゃいませ、ありがとうございましたと言っていることです。仕事の性格上、お客様の目を見ることができない業種とか状況の時もあるでしょう。そういう場合は目ではなく顔でも OK です。100歩譲ってせめてお客様の方を向いていらっしゃいませや、ありがとうございましたと言ってもらいたいと思います。そもそもお客さんの目や顔を見ないで挨拶をするのは大変失礼な話です。先ほど紹介した医師の話もそうですが、診察結果は患者さんの目と顔を見てしっかりと説明すべきです。パソコンのモニターとにらめっこしながら診察結果を説明するのはどう考えても変です。このように最近では作業としての挨拶が横行しています。挨拶はしないよりもした方がいいということで目や顔を見なくてもしているのだと思います。まさにマニュアルの弊害なのだと思いました。そもそも何のために挨拶をする必要があるのか、これを考えてみてください。わざわざ来店していただいたお客様への感謝です。そして買っていただいたお客様への感謝です。電話は相手の表情もボディーランゲージもわかりませんが、電話をかけながらお辞儀をしている人を見かけることがあります。実はこれも大変重要なことです。お辞儀をしながらありがとうございますというのと、お辞儀をせずにありがとうございますというのでは伝わり方が全く違います。今日も最後までご覧いただきましてありがとうございました。180日のあなたの会社やお店の業績アップを実現する地域密着ビジネス専門コンサルタントの長谷川博之でした。今日もコメントよろしくお願いします。そしてこちらの方に商いは角角チャンネルの登録のバナーが出てるかと思いますので、こちらをクリックして登録の方もよろしくお願いいたします。